さん体が釣ることありませんでしょうか。どこが釣りますかね。さっきスタッフも聞いたら指が釣ります、指が釣ります、寝てると釣ります、足と釣った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 。今日のストレッチは科学だでは体が釣った場合の対処コーナーでございます。首が釣った、えらいだだだだ、どうしますかね、釣ったって押さえたって治んないでしょ。じゃあこの釣った首どうしたらいいか、こうなってるんですよね。この首が縮んでね、グッと痙攣してるんですよね。釣ったら革命的だよ、これ覚えてて、釣った方向の革命的だよ、ちょっと覚えてて、逆に力を入れるんだね、力を入れるんだね、力を入れるんだね、こっちに行く、こっちに行く、1、2、3、4、5、こっちに力を入れると釣ってる方の反対側に筋肉が収縮するよね。そうするとこの筋肉は自分の意思には関係なく勝手に緩むようにできてんだね。こっちに力、自分でやってみて、ここに力入ってるとこの後ろの力は抜けてるね、抜けてるね。これを相反性抑制って言うんですね。これ覚えましょう。釣った時には自分の相反抑制を使うと勝手に緩むんだな。これで画期的ですよ。だから釣ったと思ったら釣ったここに目を行かず、これの反対側の力をって見ると自分の意思には関係なくここの筋肉についている神経のセンサーが筋肉から脊髄に行って、脊髄って背骨ね、背骨、脊髄から U ターンしてスッとその筋肉に緩めっていう命令が勝手に入るというシステムがあるんです。人間にはすごいよね。でこれはね、脊髄反射って言って、例えば首だからグーってやりました、この命令は背骨に行って背骨に返るんですよ。脳を返さないからめっちゃ早く命令が行くんですよ。うるりゃ釣ってるところスイン脊髄反射、脳を関係しない反射なのであっという間に緩むんです。じゃあふくらはぎつったらどうすんだいっていう話になるじゃないですか。ふくらはぎがつるっていうことは足首が下向く方向に筋肉が痙攣してる、それがつってる状態っていうことは、この足首をこっちに上げてすねの前に力を入れればいいので、1、2、3、4、5って力を入れればいいんですね。すねに受けるよ、つったーと思ったら、あ、ここさせる前にこれを押さえて、うりゃこっちに1、2、3、4、あーっつって力を入れれば、あれちょっと緩んだんじゃねっていうのが相反抑制なんですね。なので例えば今足やったけど足の指ここもつるよね、よくね、こっちにつれるんだよね、足の裏の筋肉がつれるってことはこっちにつれるってことは、つったらやってください、足の指を押さえて伸ばす方向に力を入れる、指を伸ばす、1、2、3、4、5、力を抜いて、つってんなと思った親指を上に上げるように、せーの、力入れ、1、2、甲側に力を入れる、3、4、甲側に5で力を抜く。そうするとこのつっている状態が自分の意思とは関係なく勝手に緩むんだな。これを脊髄反射の相反抑制と言います。これが科学的に筋肉の緊張が取れるというシステムでした。ですからご自分のお父さんとかお母さんとかのたまに釣る方っていると思うんです。僕なんか腹筋釣ることありますよね、僕ね、昔よくグッと腹筋運動してると腹筋が釣ったなんてこともあると思うんですけど、腹筋の場合は皆さん、さあ問題どこですか、どっちの方向に、うっ、釣った、腹筋釣った、これどうしたり何したり、じゃあこれこっちに縮むと釣れるんだから、そう、こっちに頭を押さえて頭後ろにやって、1、2、3、4、ドーンってやれば取れるんだよ取れるんでしょ、ゴーという感じです。釣った方の反対側に力を入れることによって釣ってしまってる状態、その状態を軽減するというシステムがあるっていうのが人間の体の仕組みです。わかりましたでしょうか。ストレッチは科学だ、チャンネルは登録だ、またね、質問あったらコメントしてね、コメントも待ってる。それじゃあ